マカリスター・デイビッド・ジェームズ・マカリスターは、ドイツの政治家。所属政党は、ドイツ・キリスト教民主同盟。2010年7月より2013年2月まで、ニーダーザク選手首相を務めた。ベルリンに生まれる。父親は、スコットランド人、母親は、ドイツ人。バイリンガルの環境に育ち、最初は、ベルリンで、ついでイギリスの小学校に通った。 イギリスとドイツの二重国籍である。1982年に両親と共に、ニーダーザク選手のバート・ベーダー・ケザに引っ越し、1989年にインターナショナル・ギムナジウムでアビトゥーアに合格。卒業後1991年まで兵役及びパートタイム軍人として、総甲部隊に所属した。 1991年から1996年まで、コンラートアデナウア財団の奨学金を受けて、ハノーファー大学で法学を学ぶ。1996年に第一次司法試験に合格。研修期間を経て1998年に第二次司法試験に合格し、弁護士資格を取得した。1991年から1994年まで、 ドイツキリスト教民主同盟の青年団組織、ユイング・ユニオンのクックスハーフェン地区代表を務めた。1996年にクックスハーフェン軍議会議員に当選。1998年には、ニーダーザク選州議会議員に当選。2001年から2002年まで故郷、バートベーダー・ケザの市長を務める。2002年から2003年には、 シーディのニーダーザク選州事務局長を務めた。2003年から2010年まで同州議会でシーディ党議員団長を務める。2008年6月にクリスティアンブルフ州首相の公認の党ニーザーザク選州代表に選出された。州首相の引き継ぎ式典。中央左がマカリスター、中央右が 時代州首相に就任したステファン・バイルブルフ、州首相が連邦大統領に転出した2010年7月1日、公認のニーダーザク選州首相に選出され、就任した。当時の現職州首相の中では最年少であった。2013年1月の衆議会選挙で、マカリスター率いる CD は、衆議会第一党を維持したが、 野党連合の議席が上回ったため2月19日をもって離任した。C ィ衆議会議員団長には復帰せず、一議員として衆議会に属している。2003年に結婚し、次女がある。2012年にエディンバラ大学より名誉博士号を授与された。名前はドイツ語で読むと、ダフィトだが、本人は英語式発音を通名とし周囲にもそのように呼ばれている。 なお、英語の、ジェームズにあたる名前はドイツ語では、ヤーコープである。デビッド・マカリスター。デア・ブライト。デア・イン・ハノーバー・レギエレン・ゾール。ハノバー・シャ・アル・ゲマイネ。2013年2月4日閲覧。デビッド・マカリスター。ワイアッツ・シャフト・スウォーシュ。2012年8月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年2月4日閲覧。 デビッド・マカリスター・イス・トノヤ・シーリシェフ。ライノシュ・ポスト。2014年12月3日閲覧。マカリスター・エアハルト・社・ティッシュ・エレン・ドクト・ワード。ベルト。で。16・ジューン・2012。2014年4月27日。閲覧。ありがとうございます。